本日はイタリアワインについて解説を行っていきます。それでは早速いきましょう。イタリアは20州の全てでワインが作られているため、範囲が広大です。北側はアルプス山脈、残り3方は地中海に囲まれています。古代からワイン作りが盛んで、古代ギリシア人がエノトリアテルス、ワインの大地という意味の言葉で称えました。イタリアはワインの世界三大生産国です。生産量はそれぞれイタリア4910万ヘクトリットル、フランス4660万ヘクトリットル、スペイン4070万ヘクトリットル。この3カ国の合計で世界のワイン生産量の 53% を占めます。歴史は紀元前2000年頃から原始的なワイン作りがスタートしたと言われています。国土が南北に広がるイタリアでは、北部では比較的冷涼、中部は温暖で、南部は暑いという傾向があります。他の生産国と同様に、地域ごとに相性のいいブドウが栽培されています。イタリア全土においては、黒ブドウではサンジョベーゼ、白ブドウではトレピアノが最大の栽培面積を誇ります。サンジョベーゼは全ブドウの栽培面積で1位を誇ります。北部の主要品種は、黒はネッピオーロ、バルベーラ、ドルチェット、ブラケット、ピノネーロ、コルビーナ。白はコルテーゼ、アルネイス、モスカートビアンコ、シャルドネ、リースリング、ガルガネガ、トレビアーノ、グレーラ。北部地域は比較的冷涼で、ネッピオロ種から作られる高級ワインのほか、白ブドウではシャルドネやリースリングといったフランス系の国際品種も栽培されています。中部の主要ブドウ品種は、黒はサンジョベーゼ、カナイオーロネーロ、メルロー、カベルネソーヴィニョン、モンテプルチアノ。白はベルナッチャ、トレッビアノトスカーノ、マルバジアビアンカ。中部は比較的温暖な地域で、イタリアを代表する品種であるサンジョベーゼのほか、トスカーナ州ではメルローやカベルネソーヴィニョンから高品質のワインが作られています。南部の主要ブドウ品種は、黒はアリアニコ、プリミティーボ、ネグロアマーロ、ガリオッポ、ネロダボラ。白はグレーコ、フィアーノ。高温な南部地域では、ブドウ栽培は冷涼な気候を求めて、標高の高い位置などで行われます。ワインにおいては、白ワインより赤ワインの方が多く生産されています。イタリアは20州すべてでワインが作られていますので、それぞれの州の地図的位置を覚えることが重要です。イタリアはブーツの形の上を北部地域、中央を中部地域、下部分を南部地域と3つの地域に分けて覚えます。北部地域の州はバルレダオスタ、ピエモンテ、リグーリア、ロンバルディア、トレンティーノアルトアディジェ、ベネト、フリウリベネチアジューリア、エミリアロマーニャ。北部地域は北はアルプス山脈に面し、比較的冷涼な地域も多いのが特徴です。ネッピオロ種で作るバローロやバルバレスコなどの高級赤ワインを生むピエモンテ州があるほか、冷涼な地域で白ワインの生産が盛んな州が多いことも特徴です。ベネト州はワイン生産量第1位の州です。中部地域の州はトスカーナ、ウンブリア、マルケ、ラツィオ、アブルッツォ、モリーゼ。中部から南部にかけては、中央にアペニン山脈が走り、西のティレニア海側と東のアドリア海側に分かれます。中部では高品質な赤ワインを生むトスカーナ州が最も有名です。南部地域の州はカンパーニア、プーリア、バジリカータ、カラブリア、シチリア、サルデーニア。南部は温暖で日照量に恵まれ、赤ワインの産出が中心の地域です。各州について地図上でその位置をさせるように覚えていきましょう。イタリアのワイン法の歴史は1716年にまで遡ります。トスカーナ大公国のコジモ3世は
当時著名な生産地であったキャンティ、カルミニャーノ、ポミーノ、バルダルディノディソプラの4つについて、ここ以外で作られたワインの名前にその地域名を使用することを禁じました。これが最初の原産地呼称制度となりました。19世紀には醸造業者たちによってキャンティワインの産地が定められ、20世紀には1920年代にバローロなどのワイン産地の指定が行われましたが、国全体での統一したワイン法はまだ確立されていませんでした。そして1963年に DOC 法といわれるワイン法が作られました。トップカテゴリーには保護原産地呼称ワインである DOCG、DOC があり、続いて保護地理表示ワインである IGT、最も下に位置するのが VDT でした。その後、2008年に改正された EU のワイン法に合わせてイタリアワイン法も改正され、2010年5月から新たに施行されました。新しいワイン法によって、保護原産地呼称ワインである DOCG、DOC は DOP に、保護地理表示ワインである IGT は IGP に、そして地理的表示のない VDT はビノに変更されました。ビーノノベッロとはイタリアワインの新種のことで、フランスでいうボージョレ・ヌーボです。味わいや香りは早熟のブドウを使って作られるワインのため、軽やかで豊かな果実味を備えています。最低でも 30% 以上は新しく収穫したブドウを使い、完成時にはアルコール度数 11% 以下、糖度は1リットルあたり 10g 以下にする規定があり、それらを遵守して作られます。ノベッロを作る際にはボージョレ・ヌーボと同様に炭酸ガス浸積法という製法が使われます。炭酸ガス浸積法はブドウを破砕せず、発酵の際に生じる二酸化炭素と一緒にタンクの中に置くことで、フレッシュな香りと渋みが少なく濃い色合いを兼ね備えたワインを生む醸造法です。ビーノノベッロの解禁日は10月30日ですので、どの新種よりも早く解禁日を迎えることも特徴です。白ワインに薬草を混合して作る混成ワイン、ピエモンテ州のベルムート・ディ・トリノ。ワインではありませんが、カンパーニャ州のソレント半島でレモンの皮から作るリキュール、レモンチェッロ。ブドウの搾りかすから作る蒸留酒のグラッパなどがイタリアを代表するお酒として有名です。イタリアはヨーロッパ大陸南部にあり、アルプス山脈の南側から南北に伸びる長靴型のイタリア半島、地中海に浮かぶシチリア、サルデーニャなどの島々からなります。南北に長く伸びた国土の地形は変化に富み、山岳、丘陵地帯が多いため標高や傾斜なども異なります。アルプス気候、大陸性気候、地中海性気候などの多様な気候が存在しています。そのため栽培されているブドウ品種や栽培方法なども地域ごとに大きく異なっています。イタリアワインはまず学ぶべき範囲であり、この範囲を制覇したならば合格に向かって大幅に前進したといえます。事実ベースで毎年10問前後の出題構成を占めるフランスに次ぐ重要範囲です。20州すべてでワインの生産がされているため、北部、中部、南部の比較的テロワールが共通する3地域に分けて見ていきます。このチャンネルではワインソムリエ試験の対策をコンテンツの目的として、学ぶって楽しいをコンセプトにお届けしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。